こんにちは、速稼塾の久保です。メッセージありがとうございます。そうですね、生活保護の方とか、まあ、身体障害ね、身体にちょっといろんなハンディキャップを持たれている方、まあ、いろんな、まあ、生き方というかね、状況があると思いますが、 FX をやるにはじゃあ生活保護じゃダメなのかなとかね、体に障害があったらダメなのかなっていうのは、まあ、そうとも限らないんですよね。やっぱ持てうる能力を発揮する場所っていうのは今すごく広がりましたんで、例えば引っ越し業者さんとかで重い荷物を持って働くっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。それからスーパーやコンビニのレジ打ちをね、1日5時間6時間やるっていうのも、これもなかなか難しいと思いますよね。でも今たくさんの稼ぎ方がある中で、自分にできることを選べばいいと思うんですよね。その一つが FX でもいいと思いますし、それからね、私ね、 YouTube はどうかなと思うんですよ。ちなみに今回私顔出ししてませんよね。ちょっと可愛らしい女の子のフィギュアがありますけども、それを写してると思います。要するに顔出ししてなくても YouTube ってできるんですよ。そういうことなんですよ。これ見てらっしゃいますよね。そして多分100名近くの方がこれ見てるんじゃないかなと思いますし、もしかしたら数千名の方が見るかもしれませんね。で、 YouTube ってのは私みたいにね、顔をさらしながら喋るだけではないんですよ。こうやって大事なことを話してるんだったら、人のためになることを話してるんだったら、画面はすでに何でもいいわけなんですよね。で、じゃあどんな内容で話せばいいのかなってことですけども、これはね、ネタはね、たくさんあるんですよ。例えば、私がね、YouTube を見て、あ、こういうのもあるなと思ったらね、例えばね、事故でね、両足と片手を失った方が、その事故の状況を話していたりとか、その両足と片腕がない中で、中途障害者になって、どのような葛藤を持ったかとかね、周りの人のどんな助けがあって感動したか、どんな人の心ない言葉に傷ついたかっていうのをずっとね、話してるんですよ。で、それはね、私の胸を打ったなと思いましたし、結構再生数もね、一つの動画につき数万回とか言ってるんですよ。で、そういうような形で共感を呼ぶポイントってのいっぱいあると思いますし、自分の状況ではこういうことが苦しいんです、自分の状況ではこういうことが嬉しかったんですっていうのは、多くの人の、胸を打つんじゃないかなと思うんですよ。それがね、仮に生活保護であっても、じゃあ生活保護の暮らしっていうのはどうなのかなとか、どういう工夫があるのかなとかね、どういったところに不自由を感じるのかなと、これ同じ状況の方がものすごく共感すると思いますし、あ、勉強になるなって方もいると思うんですよ。それから生活保護の受給の仕方とかね、さまざまな情報ってのは自分にしか持ってないものが必ずあるんですよ。で、私よく言われるんですよ。それ久保さんだからできたんでしょって言われるんですよ。ね、何をやってもです。それ確かにそうだよっていうふうに答えることが多いです。私だからできたんです。では、あなただったらできることをやればいいんじゃないですか。あなただったらできることってのは、多分私が逆立ちしてもできないことですよと。そういうふうに100人いれば100通りのあなたにしかできないことが必ずあるんですよと。だから人のことばかり羨むんではなくてね、自分の状況でできることってのは必ずあります。それを探していくのはどうですかっていうふうな返信をすることにしてるんですよ。足の速い人には足の速い人向けの仕事がある。背の高い人には背の高い人向けの仕事がある。本を読むのが好きな人にはそれなりの仕事があると思いますし、それからね、やっぱりこう、いろんな YouTube を見ていて、こんな感想を持ちましたみたいなね、評論家でもいいわけですよ。そういうふうに YouTube っていうのは、ものすごく活動が自由ですから、まあ、自分には絶対できないっていうふうに、蓋を閉じない限りは、可能性を広げてくれるんじゃないかなと思います。そして、まあ、YouTube をやってね、何がいいかっていうと、なんか出会いがあるんですよね。人との出会いが、視聴者さんとの出会いが。実際、今この動画を見てくださってる方、私にメールを打ったことあるんじゃないですか。もしかしたら私と会ったことがあるかもしれないですよね。これが YouTube の魅力なんですよ。すでに私の人生はまず YouTube で出会って、そして共感して信頼関係を築いて、じゃあ実際に会いましょうかっていう風なね、そんな形になってます。なんか昔のね、文通みたいな感じなんですよ。文通してやり取りして写真を送り合って、それで今度会いましょうかみたいなね。だから通常はまずはリアルな場で会って、で、それを保管するものとして、例えば LINE とかね、ブログっていうのがあると思いますけども、私の場合はまるで逆で、リアルに会うのが先じゃなくて、まずは YouTube で出会うんですよね。で、しかも私の方から出会うわけではなくて、私の YouTube を見ていただいて、繰り返し再生していただいて、そして私に興味を持っていただいて、メッセージが来るみたいな段取りです。まあ、ですので、YouTube で発信することって、無限の可能性を呼びます。そして自分の発信したいことだけを発信することもできます。もちろん自分の恥ずかしいことを発信してね、で、なんかね、こう自虐的にね、楽しむこともできます。もちろんね、心ない言葉が飛んでくることもありますよ。でもそれは YouTube に限りません。普通に生きてたって
いじめられたり、石投げられたり、喧嘩をしたり、誤解があったりするわけですよ。そう考えたら、インターネットの世界でね、YouTube で何かコメント書かれても、ぶん殴られたり、物が取られるわけじゃないですから、そう考えたら、リアルの場合よりは安全なんじゃないかなと私感じますけどね。ということで今回は、参考になればと思って動画を送らせていただきました。なんかやることが見つからないなと思ったら、こういうふうに喋りだけの YouTube 撮ってみてもいいんじゃないですかね。最初は喋りがいけてなくても、それこそね、100回200回やってれば、誰でも上手になりますから。ね、会話ってのは誰でもするじゃないですか。だから YouTube、カメラの前で喋ったら急に下手になるってことはね、ないんですよ。あるとしたらそれは、緊張感なんですよね。ぜひね、誰も見てないから、独り言言ってるようなもんです。気にせずに、自分の思ったままに喋ってみたらいいんじゃないですかね。きっとですね、聞いてくださる方いると思います。まあ、少なくとも私は見に行きますんで、その時は URL を送ってください。本日は以上です。ありがとうございました。